こんにちは。今日はですね、神倉神社ですねの、岩倉です、ね、のところに来ています。皆さんがよく参拝しているところはこの大岩の向こう側にある拝殿で、こちらにあるのが岩倉なんですけれども、一応まあ道はあるので、来ていただいて参拝していただいても全然構わないと思うんですけども、ご神体なので変なことしないように気をつけてください。で、まあやはり天照大神様を祀るという部分もありますし、また子だから子授けというのはね、いろいろこう言われているので、子だから子授けの関係ではちょっとこうまあ、ね、なんとなく言いたいことはわかると思うんですけど。たくさんの子供が生まれればいいかなと思うような感じになっております。これがどうしてこういう風になったのか、自然にできたんでしょうから非常に不思議なところです。この岩の向こう側に皆さんが参拝して入ってきます。もう一つ大きな大岩があって、で真ん中にこう入り込むような感じにもう一つ岩があるんですね。なのでこれは非常に不思議な感じですけども、あと六甲姫神社の拝殿の後ろにある岩倉も、まあ、そんな感じなんですね、なので結構非常に不思議な感じです。まあちょっとこう授かった方とか授からない方とか、ね、来ていただいて、授からない人はなかなか授からない人は子授けをお願いして、で、授かった方は安産をお願いすると、ちょっと結構ちょっとこうお腹出てきた場合は、まあ、旦那さんの方を来ていただいてちょっと、ね、妊婦さんが来るのはきついでしょうか、まあ、そんな形で来られたらいいと思います。あとは新宮の方でですね、まあ、祈祷していただくのもいいかなと思います。やはり神様とこう距離を縮めるという意味で、その御加護とかね、そういう意味でもまあその方がいいかなと思うんですけど、今すごい雨降ってるんですけどね、雨降ってるんで外に出れないのでちょっとここに退避してるんですけどそれもあるんですけど、神社というのはなんかね不思議なものでね、今日倒壊してきてるんですよね。で倒壊している中は雨降ってたんですよ。で神社参拝した時に雨が止んで、でその後今これで帰ろうかなと思ったら雨降ってくるんで帰らせないのかと思うような本当に不思議な天気でございますけれども、ぜひ参拝していただいてですね、ご加護をいただいてですね、元気な子供がたくさん生まれるように、元気な子供が生まれて無事育つようにね、お祈りしたりとかね、それとまあお腹の大きい方はちょっともう無理なので新宮の方で祈祷していただいて、そんな形でこういい子供がね育つように、したらいいんじゃないかと思いますので、ぜひ参拝してみてください。